日ご紹介する時計はチューダーオイスターファレンスナンバー7960のアンティークウォッチになります。こちらの時計は1960年代に製造され、文字盤はゴールドでスタビ型インデックスを採用しています。12時位置下にはチューダー、オイスター、6時位置上にはショックレジスティングの表記があります。ケース形はラウンド型、ケース素材はステンレススチール、ケース形は縦 33mm、 横 33mm、 差 8.5mm になっています。針はドルフィン針を採用しています。チューダーの中でも高い人気を誇るヴィンテージモデル、通称デカバラ、くさび型インデックスとドルフィン針で視認性も良く、アンティーク味の強い文字盤で大変人気な一品です。